皆さんこんにちは。今日は札幌グランドホテルをご紹介します。羽田から新千歳空港の飛行機内です。8時半発の機内は空いていました。事前に購入した空便をいただきます。羽田から新千歳空港まで約1時間、あっという間に到着です。私は初めての札幌なので楽しみです。札幌のいろいろな名所に行ってきたブログをまた次回出していきます。あっという間に札幌に到着です。高速バスに乗って今回滞在するホテルまで移動します。空港連絡バスは市内主要ホテルを回るので便利です。1時間ほどでホテルに到着しました。ホテルは札幌中心部にあり、観光のアクセスが最高です。さらに札幌地下道にも直結してます。札幌駅までは徒歩10分程度、レジャー、ビジネスの両方でアクセス良好です。早速ホテルの部屋へ向かいます。今回は3名でこちらのお部屋に泊まります。奥行きが広く開放的なお部屋です。3名でも十分なスペースがありました。バスルーム、洗面台が2つあり広い作りとなっています。次はお風呂場のご紹介です。お部屋のアメニティでバスソルトをいただきました。すごく綺麗なお風呂場です。次はトイレです。こちらも綺麗で新しいように感じました。お部屋の電気をつけてみました。いかがでしょうか。素敵なお部屋で気持ちよく過ごせました。翌日、日中の明かりの中でお部屋を撮ってみました。ホテルのロビー階ショップにやってきました。こちらでも北海道定番お土産などが買え、充実しています。ホテルのベーカリーです。ホテルのパンやスイーツなどが楽しめます。こちらはラウンジバーです。カクテルやジャズの生演奏が楽しめるようです。
快適な滞在でした。ご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。